お疲れ様です。とりあえず今日はですね、迫撃砲限界突破ということでデータ出てます。こちらカブトムさんがまとめてくださってます。いつもありがとうございます。さあ見ていきましょうか。こちら今まで通りの迫撃砲で限界突破がね、はい、こちら、あれ、まあ可愛らしいなんかゴブリン覗いちゃってますけども、はい、そのまんまですね、ゴブリンが飛んでいきます。嘘やろと、ふふふ、ほんまかよって話なんですけども、まあダメージあったりとかその辺はね今までと変わんないですね。ですが3回に1回ですね、サイクル2が3回に1回、特殊な迫撃砲になるよと。そして HP も300ほど多いね、300ほど多いで、攻撃速度も 0.1 速い、ちょっと早めのペースでダメージありのゴブリンが飛んできます。はい、まあゴブリンこれ1体だと思いますね。さすがにこのスペース3体入らんやろ。なんでタワーとかにねタゲ取られちゃうとゴブリンがタワーに落ちてきてそのままダメージ与えちゃうんで、結構気をつけないとね、痛いダメージが入ってきそうですよね。そうだから枯渇迫撃みたいなのもねすごい強そう。まあ HP 高いだけでもね結構厄介だしね、迫撃砲飛んでいった先のロケコとかその辺もね生まれたてのゴブリンが処理してくれるとかもありそうなんで、普通に環境最強クラスになりそうな気がしてます。はい、ということで限界突破撃と相性しそうなねこの枯渇系でいこうと思います。まだ限界突破はね、はい、してませんので、今日はババの限界突破で全然違うんですけどもやっていきます。さあホグちゃんね、ロケコホグね。あ、でこの動画撮ってる時は、まあ、まだなんですけども、でもこの動画上がって少し経ったらね、限界突破ロイジャイとロケコ強すぎるっていうのもあり下放されてるので、まあ、この動画の時が多分ピークかなと思います。あいつら、はい、今だけです暴れてんの。まあ下放来ても強いんですけどね全然、うん、まあ、まだ下放来たらその動画もねあげようと思います。よいしょ。さあ守るで、ここで守る迫撃がね3回に1回 HP が高い、めっちゃ硬いね、鉄壁クエイク打たれても平気で半分ぐらい残りそう。半分は行き過ぎか、3分の1ぐらい、3分の2ぐらい残りそう。かつ発射したらゴブリン出てくるんで、いや意外と守りでも陸受けになるっすね。守りで陸受けになるし攻めでもただただ強いっていう最強やないかい。じゃ緊急したかった、近畿したかった、できた。でロケコホグね、まあババがいるんで守りながらの、さあ攻め役とか置いちゃってね。あーやばい、ここでゴブリン、はい、強くなったら、いやーマジロケコ強いよ暴れすぎだろ。さあちょっと怖い、やりこぶ1体で耐えれるんかな。いやキング起動してるんで耐えれそう。さあ15レベルね、やばいっすよね、一発 500。 さあだいぶ燃えるタイプの人間来た。次からはまあ迫撃結構防衛でね使っていきたいね。あとは適当にこれゴブリンで100延命してくるんでゴブリン巻き込んでやれます。いや延命してこいよ、なんでさあで耐える、これの繰り返しかな。攻めて迫撃で耐えて次とかはね、まあ、限界突破ババになるんですけど、あそこだけしばきたい。今来たい、限界突破ババ頑張って。いやもうロケコが強えな、デフォで。まあでも一旦耐えれそうですね。これ拡散やばいか。さあ一発ぐらいやるよと、バケモン来る。いやこれちょっとあるよ、
耐える。いやホグ15マジ強えな。耐える。いや耐えます、全然耐えます。マジ全然あります、マジである。限界突破、お前が見せろ。一発だけでいい。いや、でかい。にゃー、危ねえ。危ねえ。いや、限界突破。迫撃だったらね、どうなってたのかってとこもちょっと気になりますけどね。いや、これ限界突破、すげえ楽しみだな。迫撃法もだし、いや、月1でね、限界突破出ていくっぽい。月1で出んのかな？それチャンピオンか。まあでも結構早いペースで出ていくってなったらさ、このアーチャーもだしね、ギャングもだ、スケドラもだ、打撃になるっしょ。いや、どうなんだろうね。なんか今んとこすげえ強え、どれも強えみたいなのが限界突破なんすよね。まあ、チャンピオンもだし、あーマジでどれも強いんで、やばい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 、なんでなんで、ちょっと危ない、怖い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 、なんでなんでその間で入るの。え、なんかおかしくね、おかしくね。インドラの HP が異常なだけ、さあ謎にダメージ入っちゃう。そう、まあなんでなんだろう、ノーマル。エリババや、エリババ、エリババのゲームとか早く見てよ俺は。あ、レベル15は良くねえんだな。ただただ普通にレベル15にやられてるだけだ。やべ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 、おい、何やった何やった、しっかりしてくれ俺。はい、あ、まあレベル15、うん、レベル 15？ ちょ、もうぐちゃぐちゃなんだおい。とりまえエリババガゴ群れ親衛隊、そこら辺の限界突破早く来てくんねえかな。やばそうだけどな。これ以上どうやったら強くできるんって話じゃないですか。まあ本当にぶっ壊れたこと言うとね、3回に1回ね、3コストでリバを出せるぐらい。性能はそのまんまで、やばいか普通に考えて。ダメか、逆か。いや、なんだろうね、思いつかないよね。ガゴ群れとかも限界突破してどうなんのっていう。矢の雨耐えるってこと。盾持った、盾持った、シールド付きのガゴ群れが出てくるとかちょっとありそうだな、的なことよね。やばい、耐えたい。いやー耐えれる。マジでこれ次金残したい。でまあは5を打たなくてもよそうな。もう一発撃法、ここにゴブリンがね出てくるんですよね。もっといい感じになると思います。お、ちょっとうざそう。いやー、まあ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 、全然全然全然こっからですよ私は。いや全然全然限界突破で、いやマジでこれで一発あるんですよ。いや絶対きついぞ。俺まだソウルコール残してます。で5を使った。え、俺ソウルコールは、あ、一応発動されてんだこれで。いやー、なんかインドラ硬くね。さっきのインドラめっちゃ強いんだけど、
そんなにっていうぐらい。インドラに、いや、まあまあ落ち着け。まあまあが来るか、左に。美味しい。いやー、勝ちたいこれ、削りで。それこそ暇なんでして、これはね、一回スケドラ出しておいた方がいいかな。よし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 、いいね、神ね。タルなんでね、ギャングの最強なんですよ。さあ耐えれるよ、もう耐えたい耐えたい耐えたい、耐えて削りで勝ってく。ぶっちゃけ防衛でもよかった。これやっぱり攻撃するたびだから、吐き気砲邪魔邪魔、吐き気砲。よし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 、マズレクどっか行く、あれどっか行け、どっか行け、どっか行け。タイブレイク、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 限界突破パパあります、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 限界突破。絶対突破できない、リガで削って。いやババ普通にええな。もうタイロイジャイ用ね、タイロイ専門だからね、こいつ。そこだけはね、大活躍してくれます。いや、ちょっとほんとどん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 限界突破出てほしいな。でも1枚しか使えないっていうのもね、どれ使おうって悩んじゃうんですよね。さあ、で限界突破ね、まあ、なんだかんだ強いですからね。はい、ケツババア、ババとロケコとロイジャイとホグしかいない世界に住んでおりますけども。おお、珍しいホコリングを。いやー珍しい、マジで珍しい、見ない。まあ、なんかレアとかスーパーレアとか、まあ、その辺が限界突破って本当まだまだの話っすよね。そんな時が来るのかっていう。おーい、さ、まさかのラバー。いや今スケキン行ってたら熱かったな。行こう。今からでも行く。よし、ラバクロ、ラバクロやこれ。よし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 、いやもう全然いいよ、だってこれでダメージ稼げて、あの1匹のアーチャーで守れてるんで。このアーチャー頑張りすぎだろ。さあまさかのラバクロ、ラバクロの中だと、あー、コウモリとかね、限界突破したらやばそうだね、頻度高いよね、限界突破できる回数がね。まあでもスキーいまいちだったかな、どうなんのって話ですけど。さあこれはホバもいない、こうやって両サイ攻めれつ、攻めれるかつ形を組ませない。これだってラバーの後ろ来たもコウモリとかなんで、もうランバート先行してんの。さあさあさあ、いや美味しいね、幸せです。さあスケドラ範囲頑張ってほしい。アーチャー、いやもう余裕でいなくなってる。竹取って、いやアーチャー強すぎ、アーチャー頑張りすぎ。いやまだババを出したい、せっかくなら、せっかくならババを出したい。やっちゃってくれや、限界突破の力を見せてやる。よいしょ、右も折れて、あ、相手もババだったんだ、限界突破シャアなしで使ってるからな。うんさあ、あんまり活躍ね。ババね、ババだったんやっていうこの感じね。やっぱロキコとかロイがね、今だとほんま強いから。てかラバクロってやばいね、マジで珍しいぞ、ハグルメタルやん、マジでいないから、ね、さあ墓石、いやこれも珍しいぞ、ピンクでも黄色でもない。
ロボド。ああまあババか。ババタイプ。ちょいレアです。さあラバー、ラバル、ラバー何？ラバーですよね。ソロゴルして。いやーアーチャー強っ。さあアーチャー残る。まあもったいないか5。ってか俺の方がダメージ受けてんのやばいね。さあ迫撃で完封。まあ落下ダメージ抑えれる。でかい。さあこれでラバルだということが判明する。ラバルってなるとまあファイボザップかなってなったら、この小物が厄介なんじゃないっていう。メガゴイタっすもんね。まあこれはディガー削り。あれゴーストがない。え、めっちゃ苦しそうやん。ラッキー。苦しそうな顔してると言っちゃうよね。さあこのスケトラ無視ってやばいかな。これ端前あれまで行きます。うん、いやまあギャングちょっとうざそうっすよ。ソウルコールザップ使ったんで、ここのディガーまで行く。はみ出て、あーなんか出てきたけど骨で回収。ソウルコールプラスディガー強いっすよ。いやこれめっちゃ強い。ファイブ打つ。一体しかおらん。一体でなんとかならん。なんとかなりそうにねえか。ファイブ来てもスケドラあります。これソウルコールからのディガーですね。いやソウルコールも強いですね。からのディガーだし迫撃もある。あこれももしかして神ファイブってやつ。うっ、いやーんとシブファイブってやつ。まあ、ダメージは悪くない。これちょっと地味延命したい。いやーいい竹してんな俺。まあ負け筋は攻めすぎてみたいな。いやでも攻めなきゃね。安い。いやーもうこれだけできて。ああ相性がいい。間違いなく相性がいい。よし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 さ。前でザップだったんだよ。でこういうデッキとかにも迫撃からゴブリン出てくるとより勝ちやすくなるよね。いやしかもよ、攻撃速度と HP も上がるから早く壊さないといけないわけですよ。じゃないとめちゃめちゃゴブリンが場に出てくるのすごい嫌じゃない。鬱陶しくなっちゃうよね多分ゴブリン。いやだいぶ強そうだけどな、そう考えたらね。さあタイル、今回はピンクかローケットね。さあ爆破入れたくない。いやーこのヤリゴブリンが強い。耐えれるかな。まあ、負け筋はロケコ。ロケコです。まあ、これはちょっと入っちゃうんですけど、このカウンターをメインと考えて、インフェ。お？なんかちょっとしんどそうじゃね。よし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 、ババいけ、ババいけ、ババいけ、ババ残る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 15ミリ。
さ、普通のバー、これ限界突破だったらマジタワー折れてるぐらい、いや折れてんなこれ、限界突破だったらね。よし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 、さホグでロケコつけとけばいいと思ってんな、あれダメージ受けちゃうけどもカウンターで決めたい。お、あーやば、マジやばい。そのどんぐらいなのかをさあまり、あーやばいマジでやばいで、俺のさっきのダメージどっか行ったわ。まあ、インフェなんでこれちょっとやし、やべえ、あぶねえ、よし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 、いや全然いい、だるいなロケット、だるいなロケット、あのロケットだけ何があっても早めに撤退させる。やべえ、サボりやがったあいつ、あいつだけやってくれ、よしよし、よくやった。え、よくやってねえや、何やってんの、頑張れ、スキッタル、よしよしよし、よくやった。いやめっちゃ早い、出てくるの、頑張ります。よし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 、いやなんか強えけど、この一発にゴブリンやったらマジ天国だって。ローキー行こう、俺なら読める、読めてないけどちょっといい。え、ババ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 、なんか相手焦ってる、危ねえ。よしローキー行こう、強すぎるて、早く限界突破使いて、迫撃砲どんぐらい変わるかはね、なんかロケコとかもなんか俺はね、まあパッと見ではあるんですけどロケコやばそうみたいなの思ってたんですけど、なんかまあロイジャイの方がね見た目的には明らかにいかつかったりだとか、でまあそんな評価がね結構バラバラだったんですよ。でスケも評価、俺はスケの評価しかも高かったんですけど、まあ、実際ヘッポコじゃないですかとかで、結構まあ世界的にも限界トップ評価のはなんかこう、まあ、いろんな意見があってバラバラだったんですけど、迫撃砲はどうなんだろう、なんかぶっ壊れ感はまあそこまでないじゃないですか正直。でもそれでだいぶやってるのがロケコなんですよ今回、本当におかしい、強すぎる。なんで迫撃砲もなんかまあゴブリン飛んでくるぐらいかみたいな思ってると思ってるとゴブリンに泣くよ、一体だけのっていうねこともあるわけですよ。だから一旦ね、もう通常マルチで使ってみないことには分かんないよ。さあ変なのいったホグファルチ、おーい、あ、あちゃんでか、ゆっフリーズとかありそうですよね、ちょっとパッキーンっつって。さあこれにはファルチ来るんかい、回んない、これで回る、いや強っ、攻めましょう。これファルチいないんで、お、ヤンキー取るね、ヤナメはありましたね。でもこれでヤナメ使わせるとギャングアーチャーが無双する、いやー結構いい防衛されてんな。でファルチェね、
僕勝てないんですよこれ。そうなんで無理やり竹取ってみたいなね。いやタワーに入らないなら何でもいい。これあります。あってくれ。リーガージだけいけ。いやファルチェに苦戦するのなんかやだな。でもこれも迫撃砲からゴブリン飛んでいけば話変わるわけじゃないですかっていうね。ファルチェとかマジウィザードとか全部ゴブリンで、まあ、タゲを取れるっていうのに価値があるよ。一回ね。いやめっちゃいい。うっ相手のファルチェのサイクルが速くなってきた。ファイブでいっか。ホグなんかカード隠れてるような気もするんですけどね。いやこれ左のババ無視できないんで。よしよし。さっき右サイドは俺からしたら別に何でもよくて、これも買ってくね。う一発入ったらよくない、よくないけど限界突破。うわめっちゃいいボイスやってる。なんかロケとかありそう。ちょっと怖い。いやーじゃあ入ってます、おめでとうございます。まあ、ファルチェもね限界突破してたらねまた分かんなかったですけど、何年後ですかねあなたが限界突破できるのはね。 OK 今回なんて限界突破何もしてなかったしてないとなんかあって感じないっすね。ありとなしだとねやっぱ全然違うよ。